主人聞きたての予算と確かな腕で近所でも評判の娘そんな彼女の悩み事は愛するあの人の浮気性私というものがありながら家に帰って気がしないだけど仕事は頑張らなきゃ歩くその姿こらえきれずその場所をすぐ離れたのだけど仕事は頑張らなきゃハサミを片手に一生懸命頬を涙で濡らしながら着物の縫い直しに精を出す街は何やら不穏な空気何か事件が起こったらしい橋の前であの人を見かけた隣の女は一体誰落ち込んだ様子のあの人に寄り添う髪の綺麗な女緑の美観とても似合うわああそんなんこか仕事は頑張らなきゃハサミを片手に一生懸命赤く眼を離しながら帯の修繕に精を出す夏場にはカニ騒ぎ始めた再び事件新しい かんざしやであの人を見かけた隣の女は一体誰と支払いかぬ女の子に黄色いかんざし買い与えて一体何をしようというの本当に見境がないのねだけど仕事は頑張らない人も人